こんにちは、作曲家イタストの黒澤大輔です。今回の動画はこちらの IK マルチメディア社のアークスタジオという機材をレビューしたいと思います。こちらの機材は提供していただいたものではなく、普通に自分で購入した機材になりますが、発売から1ヶ月ぐらい経ってようやく在庫がありましたので購入いたしました。結構話題になっているので気になっている方も多いんじゃないかなと思いますが、前半ではこれがどういった機材なのかというのを軽く解説して、後半ではすでに補正ツールソナーワークスとか自分も持っておりましたが、そういったものを使っている方がこちらに乗り換える意味があるのか、あるいは費用対効果とか、そういった点を解説していきたいと思います。まずこちらの機材のざっくりとした解説ですが、スピーカー補正してくれるツールとなっております。で、なぜ補正が必要なのかというと、スピーカーは左右にステレオで2つありまして、で完全に調音されて左右対称の状態の部屋であればいいのですが、実際問題、まあ、うちとかもそうですけど普通の家なので左右異なる反射をしてしまうと思います。もしくはしっかり何百万何千万かけて作ったスタジオであっても、例えばこういったギターとかなんか家具とか置いてたりとかすると、当然反射は左右変わってくると思うので、全く左右同じイコールのものが出力されるとは限らないんですね。でもちろん左右がというのもありますが、部屋によってローが膨らんで出るだとか、あるいは特定の帯域だけへこんで出てしまうということがあると思いますので、そういった部分もこちらが補正してくれます。で、そういった左右の差異だったりとかを付属のマイクで測定して、その結果をもとに補正するというのがこちらの機材の役割となっております。で、どういった方におすすめしたいかというと、まあ、基本的には全 DTM ユーザーにおすすめしたいものではあります。こちらの機材そのものがどうこうというよりかは、そのスピーカー補正ツールというものが、まあ、いろんな会社から出ておりますが、そういったものを入れた方が、まあ、入れない余暇は当然バランスのいい音質になるよねというところがおすすめしたい点です。で、付属のマイクというのがこちらになっています。こちらでソフトの指示に従ってどのくらいの高さにマイクを置いてくださいみたいな指示が出るので、それ通りにマイクを置いて、でスピーカーからチュインチュインチュインという音が出て測定していくというような流れになっています。で、これらの第一印象としては、まあ、結構思ってたよりか小さくて軽いなという、まあ、マイクの方も結構小さくて軽いので、まあ、ちょっと大丈夫かなみたいな感じはあったんですが、まあ、バッチリ測定はできました。で、当然補正した方が補正しないよかは音がバランスがいいので、まあ、ほぼ全 DTM ユーザーにおすすめしたいんですが、例えばヘッドホンとかイヤホンのみで作業をしてて、ほとんどスピーカーから音出しませんという方だったりとか、スピーカーは本当にちっちゃいパソコン用のしかありませんという方だとあんまり本領は発揮できないのかなと思いますが、いわゆる制作用のモニタースピーカーと呼ばれるスピーカーを使用している方にはほぼ全員おすすめできるかなと思います。で、接続方法としてはオーディオインターフェースからここにインプットされて、さらにここのアウトからスピーカーへつなぐという、インターフェースとスピーカーの間にこれを差し込むような形になっています。で、実際音のサンプルみたいのはここでお聞かせすることはできないというか、あんまり意味がないっていうのは、まあ、うちに合ってる音を動画上で流しても、それは人のメガネを借りてかけてみるみたいなことなので、あんまり効果を体感できないとは思うのですが、もしお店とか、まあ、知り合いの方とかで持ってる方とかいたら、ちょっと体験させてもらうと、オンオフ比べるとやっぱり絶対的にオンした方がスッキリした音になっているというのは体感していただけるかなと思ってます。で、自分自身だいぶ前からソナーワークスっていう、今サウンド ID という、名前ですかね、のソフトを使っておりまして、それはソフト上でプラグインとして補正するものだったりするんですが、で、それも DAW にはもちろんですが、Mac のシステムにも入れることができるので、まあ、YouTube だったりとか全部を補正する、パソコンから出る音全部を補正するっていう役割は果たしてくれるのですが、これの難点としましては、例えば、スピーカーからヘッドホンに切り替えましたっていう時に、その補正をオフにしないと、スピーカー用にした補正をヘッドホンで聞いてもちょっとまたよくわかんない音になってしまうので、そのオンオフは結構煩わしかったり、まあ、忘れたままバウンスしちゃったりっていうことがあったりして、まあ、ちょっと面倒くさいなと感じているところがあったのですが、こちらはハードウェアで補正してくれるので、
インターフェースとスピーカーの間に入ってるわけですから、そのスピーカーから出る音は全てこれの補正を通って出てくると。それに対してヘッドホンとかは音の毛色が違うので補正がかかってない音を聞くことができるというところで、やはりハードでかけてくれるとオンオフをする手間が省けるので、僕としては非常にこちら購入して有意義だったかなと思っています。でソナーマックスの方とのかかり具合の差ですが、まあ、まだこちら使い始めて数日ではありますが、なんとなく体感としてはソナーワークスの方が補正してますっていう感じの音がしてるような気がしました。でソナーワークスの方は補正した後で例えばローをブーストするみたいな自分用のカスタマイズ、まあ、補正の後のさらに補正みたいなことですがを行うことができるのですが、それの選択肢が結構少なくて、ローをどのぐらい上げるか中か強かみたいな、まあ、そんな感じの選択肢だったんですが、こちらは普通の EQ みたいな感じで帯域を選んで何デシベル上げるみたいなっていう補正がさらにできるので、より細かい設定が好みに合わせてできるかなと思ってます。ですのでまあ機能的にどちらがいいという、まあ、一概に言えないところですが、やっぱりソフトかハードかっていうのは非常に大きいところですので、利便性を考えたら僕は圧倒的にこっちの方がいいかなと思ってます。ただ両方とも5万円前後ぐらいすると思いますので、ソナーワークス持ってる方が今すぐこちらに移行するほどのものかっていうのはコストで考えると微妙なところかもしれませんね。やってくれる機能としては役割としては同じようなものですので、ソフトであるかハードであるかっていうところで、それに対して5万円ぐらいの価値があるかどうかっていうのを検討していただけるといいのかなと思ってます。あともう一つ追加で撮影しておりますが、レイテンシーですね。補正をデジタルでかける以上、わずかながらにその処理をかける時間が存在するので、例えばギターやピアノをプレイすると、叩いてから音が出るまでの、まあ、わずか数ミリセカンドですが、まあ、ある程度遅延は発生すると。これはソナーワークスもアークスタジオも同様です。ですがソナーワークスの方もアークスタジオの方もいわゆる低レイテンシーのモードがありますので、そちらに設定しておけば、まあ、ほぼ遅れてるなという体感しないレベルまで下げることができます。でより補正をしっかりするためにはレイテンシーが高いモードにする必要があるのですが、まあ、個人的には低レイテンシーモードにしたからといって補正が非常に甘くなるというそこまでは感じませんので、両方とも低レイテンシーモードで運用しています。で楽器、僕もギターやピアノとかプレイするんですが、まあ、プレイにはほとんど支障がないレベルですので、レイテンシーに関しても両方大きな問題はないと思ってます。はい、というわけで以上が簡単な、まあ、レビューというかトーク動画でしたが、いかがでしたでしょうか。まあ、実際の測定方法とか細かい説明書的な使い方とかは、まあ、公式の動画とか、見ていただけたらと思いますが、率直な個人のユーザーの体験レビューですので参考にしていただけたらと思います。それではこちらのチャンネルでは、まあ、こういった機材のレビューだったり音楽の作り方とかを解説しておりますので、いいなと思っていただけましたら高評価やチャンネル登録などをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。